日本百名城ナンバー55、大阪府千早赤坂村にある千早城。千早城は後醍醐天皇とともに鎌倉幕府倒幕に立ち上がった楠木正成が築いた山城。千早城は標高673メートルで、麓からは高さ175メートルあり、三方向が険しい斜面になっている。戦国時代の山城とは違って、この時期の山城はシンプルな構造をしていた。そのため山地にお城を築いて、険しい自然地形を利用して守っていた。1333年、鎌倉幕府軍は千早城を攻撃。対して楠木正成は、太平記によると甲冑を着せた藁人形で騙し討ちにしたり、石や大木を落として幕府軍を撃退したという。現在の城跡は千早神社の境内になっているほか、クルワートを見ることができる。また千早城の周辺には楠木正成が築いた赤坂城などのお城が残されている。